はい、皆さんこんにちは、田野治です。今ですね、チャチュンサオ県のあのピンクのガネーシャって呼ばれてる、なんだっけ忘れましたけど、ところに来てまして、今ね、あの車から降りたところなんですけど、私久しぶりに来たんですけど、これあのミャンマーのね、あのゴールデンロックの本物の岩じゃないと思うんですけどね、こういうのがなんかあります。ちょっとね、中入っていきたいと思います。これお寺の中にセブンイレブンですね。いつの間にってか、こういうことしていいのかな。寺の中じゃないですね。はい、まあガネーシャの近く着きました。意外と小さいですね。はい、ピンクのね、ガネーシャ像の前に着きました。結構ね、タイ来たことある方ね、来られた方は多いんじゃないかと思いますけれども、ぜひね、懐かしんでいただければなと思います。まあ、周りね、こんな感じでお祈りしてる人がね、たくさんいますけれども、周りはね、こんな感じですね。私実はこれ2回目なんですけど、ね、相当久しぶりなもんでね、ちょっとだいぶ印象がね、変わってる感じがします。まあ、今ね、なかなかタイに来れないんですけどね、こういう動画見ていただいて、少しでもタイにね、来た気分を味わっていただけたら、嬉しいですね。川沿いにあるんでね、なんか結構風強いです。
際らしいんですけどね、こういうとこにドラえもんとかドラゴンボールのあれ当然あの著作権関係ないんじゃないかと思うんですけど、まあタイらしいですよね。はい、そういうわけでね、あのピンクのガネーシャ、訪れてみました。そうですね、まあ非常に人気のある寺院で結構ね混雑しています。あのタイね訪れた際はぜひ来てみてはいかがでしょうか。はい、それではね、この辺で動画切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。一旦切ったんですけどね、ちょっとせっかくなんで周りちょっと撮影してみますんで。ご参考になればと思います。まあこんな感じでね、結構すごい市場みたいなのが広がっています。มาช่วยไทยทอดคนทุกข์ไทยบ้าน